2023年10月17日、ウクライナ軍が南部ザポリージャ州のアゾフ海沿岸の港湾都市、ベルジャンシク近郊の飛行場と、同じくルハンシク州の州都ルハンシク近郊にあるロシア軍の飛行場に攻撃を実施したね。それにより、飛行場の兵員や防空ミサイルシステムに対して損害を与えたことを明らかにしたな。そうだね。さて今回はウクライナ軍がアメリカから供与されたATACMSを使用した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍はこの日、2022年2月24日の侵略開始以来ロシア軍に占領されている。ウクライナ東部ルハンシク州の州都ルハンシクと南部ザポリージャ州のベルジャンシク近郊にある飛行場に対して、正確に狙いを定めた攻撃を実行して、飛行場に駐機していた攻撃ヘリコプターや周辺に配備されていた、防空ミサイルシステムなどを破壊したとしたが、ウクライナ軍この攻撃にATACMSを使用したかどうかについては触れていないよ。また、ロシア国防省からはこの攻撃についてのコメントは特に発表されていないが、ロシアの軍事ブロガーの多くは今回の攻撃について言及しており、そのほとんどはATACMSによる攻撃でロシア軍の兵士と装備に損失が発生していると伝えているんだ。この攻撃についてアメリカのウォールストリートジャーナル WSJ が、ウクライナ軍が攻撃に使用したのは、アメリカがウクライナに供与することを約束していた短距離戦術弾道ミサイル MGM-140 ATACMSであるとして報道していたが、同17日にウクライナのゼレンスキー大統領が恒例のビデオ演説において、バイデン大統領との合意が確実に履行されたことに感謝するとした上で、ATACMSは極めて正確に目標を攻撃することができていると述べたことによって、攻撃に使用された兵器がATACMSであったことは間違いないと見られているな。MGM-140 ATACMSは、アメリカ陸軍が開発を進めていた地対地ミサイルの一種で、ロッキード・マーティン社が製造を行っているぜ。アメリカ陸軍を中心に西側諸国で運用されている多連装ロケット砲システム MLRS、M270、M270IPDS、M270A1 などのほか、高機動ロケット砲システムハイマースから発射することが可能な、射程 300km の短距離戦術弾道ミサイルで、地対地ミサイルではあるものの、シーカーを変更することで対艦能力を付加することが検討されているというね。ATACMSは他の MLRS 用ロケット弾が6発装填可能なコンテナと同じサイズと形のコンテナに1発入のみ装填され、6発入りコンテナと同様に6個の蓋や筒状の外装が取り付けられていて、外見からは中身が、ATACMSなのか 227mm ロケット弾なのかがわからないようにされ、この偽装によりどちらを発射する部隊であるかを敵が察することができないように秘匿しているみたい。今回攻撃を受けたとされるベルジャンシク近郊の航空基地は現時点の最前線から 100km ほど離れていることからも、ウクライナ軍が攻撃に使用したミサイルがATACMSであることは間違いないと見られていたが、攻撃を受けた現場からATACMSのものと特定可能な破片が発見され回収されていることが、ロシア側によって SNN などへ投稿された画像によって、その使用が確実視されているんだ。発見された ATACMS 残骸は、ロケットモーターとビブの操舵翼ユニットと見られ、さらには搭載されていた M74 対人飛走行目標用クラスター子弾の破片なども発見されているね。このようにロケットモーター部分や操舵翼などが爆発せずに形を残したまま無傷で落下しているのは、着弾してミサイルの弾頭がクラスター弾頭型であるために、小弾が収納されていたカーゴ部分を切り離した後の親弾体は爆発することなく、そのまま落下するためだな。このロケットモーターの部品に書かれていた数字が、ATACMSが1996年10月製10/96と、1997年9月製9/97との2通りであることがわかり、このことから今回の攻撃には、少なくとも2本以上のミサイルが撃ち込まれているとされているが、見つかった残骸が今回発射されたミサイルの総数ではない可能性があるぜ。ウクライナ軍参謀本部が翌日10月18日にATACMS発射の際に撮影したとする動画を XQTwitter に投稿しているが、
その動画からは少なくとも円を噴射しながら地上から発射される飛翔体が3発映っており、この動画が17日の攻撃時の発射シーンであることが事実とするならば、ウクライナ軍は少なくとも3発のATACMSを発射したことになるよ。現在アメリカから供与されているATACMSM39A1 はブロック IA と呼ばれているやや古いタイプで、その射程は 300km で、弾頭には M74 対人飛装甲目標用のクラスター小弾が275個搭載されているんだ。アメリカ軍では国際社会におけるクラスター弾に対する非人道性への懸念から、現在生産ATACMSはバットと呼ばれている戦車などの装甲戦闘車両を破壊可能な、無動力滑空型誘導式のタンデム成型作薬庫爆弾13発が搭載されるブロック2の生産が進められていて、一部はバット無動力滑空型誘導式庫爆弾を6発に減らして軽量化を図り、射程距離を延伸させたブロック 2A の生産も進められていると見られているみたい。ただしアメリカ軍では M39A1 と、もう一つ前のモデルで M74 個爆弾が950発搭載されて、射程 165km の M39 も保管在庫として保有しており、ウクライナに供与されたATACMSはこのタイプである可能性もあるというぜ。ATACMS M39 の生産は1997年7月に終了となり、その後は M39A1 の生産が1997年8月から2003年まで行われているな。このため発見された破片のうち1996年10月製と記載されていたものは M39 である可能性が高く、最初期型の27年前の在庫がまだ残されていたことを物語っているわけだ。なお、ATACMSの保管貯蔵期限は製造から10から13年とされているが、期限が切れたからといって直ちに廃棄されることにはならず、さらに貯蔵するための補修作業が実施された上でリセットされ、また新たに10から13年の期間保管貯蔵されていて、対人飛装甲目標用クラスター型のブロック1とブロック IA の一部が戦時の緊急用として使用できる状態で残されていて、ウクライナにはまずその古い在庫から供与されているものとみられているよ。この M74 対人飛装甲目標用クラスター師団は、戦車など装甲車両などの装甲を貫通して破声するような威力はなく、建築物や橋梁などの構造物への打撃にも適しておらず、最前線後方の飛行場やのぞみの弾薬集積場や、物資集積場に臨時に作られた兵舎などへの攻撃に適していることから、今回の飛行場攻撃に使用されたものとされているんだ。しかし、ATACMSのクラスター弾頭型は残っている在庫数は少ないと見られていて、今後は現在のアメリカ軍の保有分の主力であるバット弾頭型の供与が進められていくのかどうかが注目を集めているぜ。ATACMSは弾道ミサイルで飛翔最高速度がマッハ3とされていて、ウクライナ軍が現在ロシア軍の後方兵站攻撃に使用している。イギリスとフランスから供与されたストームシャドウスカルプ AG 巡航ミサイルの速度マッハ 0.8 と比べて4倍近くも速度が速く、その高速力によってロシア軍の防空ミサイルによる迎撃を突破する確率が高いことが特徴とされ、ロシア軍の後方兵站施設をロシア軍砲兵の射程が届かない安全な後方から攻撃が可能となることで、ロシア軍の兵站を最前線から大きく後方に下げることができるわけだ。そのことでロシア軍は最前線への補給が困難となり、戦力低下を招くことが期待されているのであるが、ATACMSは非常に高価で一発あたり72万5千ドル約1億850万円とも言われており、高価であることからアメリカが保管している在庫数は決して多くないため、ウクライナに供与できる数も限られているとされ、ウクライナ軍はこの先ロシア軍後方の軍事関連施設や橋梁などの目標に対しては、この ATACMS や航空機から発射される射程250クムのストームシャドウスカルプ AG 巡航ミサイル、あるいはアメリカが供与を約束している射程 150km で ATACMS と同じく、MLRS から発射可能な GLSDB 地上発射型小口径爆弾などから使用する兵器を厳選する必要があるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
今年の6月初旬から始まったウクライナ軍の反転攻勢作戦において、南部ザポリージャ州の攻撃軸では9月に交通の要衝トクマクの北にあるロボーテネを奪還し、その東側のベルベイブ郊外に到達するなど進展が見られていたんだけど、10月に入ってからはウクライナ軍の前進を伝える動画や画像などがインターネットや SNS 上で見られなくなっているよね。実際、ウクライナ軍の前進が停滞している可能性が指摘されていて、この先厳しい冬を迎える前の奪還の可能性が語られていたトクマクへ到達することも難しいのではないかとの見方が広がっているぜ。さて今回はそんなウクライナ軍の反転攻勢に大きな動きがなく、停滞している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ザポリージャ戦線で攻勢に出ているウクライナ軍は、9月下旬にベルベイブの西郊外に構築されていたロシア軍の防衛ラインを装甲車両で突破したとする動画や、ロボーテネの南にあるノボプロコピフカに到達していることを示す動画や画像が確認されていたが、そこからさらに前進したかどうかについては動画や画像などの視覚的証拠が公開されていないため、ベルベイブ方向に進撃していたウクライナ軍はさらなる前進を阻まれ、ノボプロコピフカに到達したことも一時的なものである可能性が高く、ベルベイブもノボプロコピフカもドリラも未だにロシア軍が支配しているものとみられているよ。ザポリージャ州における攻撃軸に関する視覚的な情報が10月に入って少なくなっていることから、やはり情報がなく停滞しているとみられているドネツク州南部から海軍歩兵4個4団がアゾフ海のマリウポリや、ベルジャンシク方面を目指している攻撃軸と同様に、ロシア軍の抵抗によって進撃を止められているのではないかとの声が高まっているんだ。その一方でザポリージャ州における停滞の理由については、ロシア軍の抵抗によって前進ができなくなったためばかりではなく、ここまでの戦闘においてウクライナ軍もロシア軍ほどではないにせよ大きな損害を被っているとの見方から、ウクライナ側が意図的に進撃を止めた上で年内のトクマク攻略を諦めて部隊の再編成を実施している可能性があると見る向きもあるぜ。その根拠として、あるオープンソースインテリジェンス OSINT アナリストによると、ここ最近インターネットや SNS などで出回っている動画や画像において、ザポリージャ州でドイツ製のレオパルトに A4 2両が損傷して1両が遺棄されたことが確認されたことが確認されているな。ウクライナ軍にはこれまで西側諸国から、ドイツ製のレオパルトに A4 40両、レオパルトに A6 21両、レオパルト1 A5 20から30両、スウェーデン製のスターブ122が10両に、イギリス製のチャレンジャー24両、アメリカ製の M1AH エイブラムス31両などが供与されていて、レオパルト1とレオパルト2は今後さらに北大西洋条約機構NATO加盟国などから供与され、これら戦車は運用上の都合に配慮されてそれぞれ車種ごとに別々の部隊に配備されたよ。レオパルト 2A6 は陸軍第47独立機械化旅団に配備され、レオパルト 2A4 は陸軍第33独立機械化旅団に配備され、その他、スターブ122が第21独立機械化旅団で、チャレンジャーには空中機動軍の第82独立空中強襲旅団に配備されたことが明らかになっているんだ。そのためザポリージャ州においてレオパルト 2A4 の存在が確認されたということは、この戦線で戦闘を実施していた第47独立機械化旅団だけでなく、この戦車が配備されている第33独立機械化旅団も投入されていることを意味しているのであるが、このことについては第33独立機械化旅団を追加投入したのではなく、第47独立機械化旅団の休養と再編のために交代した可能性が高いと見る向きが多いみたい。現在の戦況からウクライナ軍が長期戦を覚悟し、オランダなどからの供与が決定してウクライナ軍パイロットへの訓練が実施されている F-16 ファイティングファルコンが、来春までに配備され運用可能になる時を待って再び反転攻勢をかける戦略に切り替えたのではないかとする見方も出ているね。また、ロシアとの基本的な国力の差から西側諸国の支援に頼らざるを得ないウクライナにとって、
この先の作戦計画を練る上で最も頼りにしているアメリカにおいて、約600億ドル約9兆円もの軍事支援が確定しないうちは、次の作戦計画を立てることが難しいために部隊の前進を止めざるを得ないのではないかとの見方もあり、パレスチナ問題でバイデン大統領が奔走している現状においてウクライナは動きようがないということもまた理由の一つだろうな。そのような状況を見越したのかロシア軍は、ドネツク州のアウディーユカの攻略を目指し、強力な機構部隊を投入して包囲しているとしてイギリス国防省が指摘していて、この攻撃の規模が2023年になってからロシア軍が仕掛けた攻勢の中でも最も大きいとしているぜ。イギリス国防省の指摘によると、アウディーユカ攻略作戦に投入した戦力は複数の機構大隊とされ、3個機械化大隊約6000人規模以上としているほか、アメリカのシンクタンクなどでは2個機械化旅団約8000人との見方も出ているよ。いずれにしてもロシア軍は本気でアウディーユカ攻略を目指しているとみられ、この攻勢が2023年に入ってロシア軍が唯一攻勢に転じたとされている、ハルキウ州のクピャンシクよりもはるかに規模の大きい作戦であるとみられているんだけど、ロシア軍が数に任せた無謀な攻撃を展開しているとの指摘が多く出ているね。ロシア軍のアウディーユカにおける損害については、ウクライナ軍参謀本部がウクライナ軍守備部隊の頑強な抵抗の結果として、24時間で死傷者約900人を出す日があり、破壊された戦車が約50両に上った日もあると主張しているんだ。また、ウクライナのミハイロ・フェデロフ副首相が10月16日に明らかしたところによると、10月9日から16日までの1週間におけるアウディーユカの戦闘において、ウクライナ軍はロシア軍に対してドローンによる攻撃を実施したとして、ロシア軍が攻略作戦に投入した戦車75両と装甲車88両及び榴弾砲や迫撃砲など101門を破壊したらしい。さらにその他に、S-400 と見られる地対空ミサイル防空システム2機も破壊したとして、ウクライナ軍が西側諸国から供与されている巡航ミサイルやロケット弾などの長射程 GPS 誘導兵器のみならず、ドローンも駆使しつつアウディーユカに攻め寄せるロシア軍に大きな損害を与えていることを示唆したぜ。また、アメリカのシンクタンク戦争研究所は10月15日、ロシア軍がアウディーユカへの攻撃を開始してからの5日間で兵士の戦死傷者が4500人以上をとなり、戦車60両以上に装甲車も100両以上が破壊されたとする分析を発表したな。その上で、作戦に投入されたロシア兵の総数が7000から8000人であるとするならば、そのうちの約4500人が死傷して戦線を離脱したことで兵力の 55から65% を失ったことになり、わずか5日間でアウディーユカのロシア軍はほぼ壊滅状態と言え、アウディーユカ攻略を継続するのであれば新たに旅団規模の大部隊を投入しなければならない状況であるとしているぜ。さらにロシア軍が北東部ハルキウ州のクピャンスク方面において、ストームZと呼ばれる軍内部の懲罰兵と刑務所の囚人で編成された肉壁部隊を投入し続けているとして、ウクライナのシルスキー陸軍司令官が明らかにしたよ。ロシア軍はこのような懲罰部隊をロシア全土で編成して最前線各地に送り込み、ウクライナ軍に対して犠牲を顧みず肉弾攻撃を繰り返す人海戦術を展開しているとみられ、それはこれらの肉壁部隊が弾よけとなっている隙に、後方に待機していた精鋭部隊が攻撃に疲れ弾薬を使い果たしたウクライナ軍に攻撃を仕掛けて後退させる戦術だな。ウクライナ軍の反転攻勢作戦が本当に停滞しているとするならば、ロシア軍にこのような攻撃を仕掛けられた場合に阻止することは難しいとみられ、アメリカなどからの今後の支援策が明らかにされない状況が続けば、ウクライナ軍は厳しい冬を迎えることになるとの見方が出ているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシアがウクライナへの侵略を開始してから1年8ヶ月目となった2023年10月6日、イギリス国防省が、ウクライナ軍が6月初旬から開始した反転攻勢の攻撃軸の一つであるウクライナ南部ザポリージャ州の戦線において、
ロシア軍がこれまでに構築した防衛ラインに対して要塞などを追加することで強化を図っているとする分析結果を明らかにしたよ。そのイギリス国防省が明らかにした分析によると、ウクライナ軍がロボティネを8月に奪還した後、次の攻略目標としているザポリージャ州の交通の要衝トクマクだが、同国防省によるとそのトクマクに向かうルート上にロシア軍が塹壕をコンクリートで強化するなどして要塞化を進めているとしているな。またロボティネに近いオリヒウにおいてもロシア軍が地下にも掘り進められた防御陣地を構築して、それらをつなぐトンネルや塹壕なども掘られていることが確認されたというぜ。さて今回はロシア軍がザポリージャにおいて持久戦の構えを取っていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロボティネ近郊は8月末頃からウクライナ軍が攻勢を強めて奪還したとされていて、その際にロシア軍がトクマク防衛のために築いたとされる30の防衛ラインのうち、一番外側にあたる第一防衛ラインを突破し、ロボティネの西にあるベルボベ付近では第二防衛ラインも突破しようとする勢いを見せていたね。それまでロシア軍の防衛ラインは第一防衛ラインとその外側の地雷原などが頑強に作られていると見られていたが、第二及び第三防衛ラインはそれに比べると脆弱なもので、ウクライナ軍の進撃速度が大幅にアップするのではないかと見られていたんだ。しかし、その予想に反してウクライナ軍の進軍の速度は上がらず、今回のロシア軍が強化を進めているとの分析が事実であるとするならば、この先雪のぬかるみを経て冬を迎えることと相まって、さらに進撃速度が低下するのではないかとの見方が出始めているな。今回ロシア軍が新たに構築した防衛線は、第2防衛ラインと第3防衛ラインの間に構築されたとみられ、この先雨が降り始めて地面がぬかるむまでの間に、ウクライナ軍がそれらを突破してトクマクまで到達して奪還できるかが注目を集めているぜ。この戦線においてはこれまで、第2防衛ラインに到達するまでのわずか十数キロメートルを前進するために、ウクライナ軍は4ヶ月の時間を必要としたよ。それは、ロシア軍がこの地域を防衛するための戦力を第一防衛ラインとその外側に配置して頑強に抵抗をしてきたためであり、通常では考えられないほど高密度に地雷が敷き詰められた地雷原を、戦車や歩兵戦闘車などの装甲戦闘車両が通過できるようにするための処理に時間を要したためと見られているんだ。ロシア軍は死力を尽くして戦ったけど、陣地に守られて防御している割には戦力を大きく消耗し、ウクライナ軍の前進の速度を遅らせることはできているものの、止めるまでには至っていないね。また、ウクライナ軍がアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国から供与された、長射程のロケット弾や榴弾砲弾に空対地ミサイルによって、砲兵陣地や後方兵站施設に補給路を攻撃されたことによって、榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースを多数破壊され、弾薬の補給を断たれたことによってウクライナ軍への砲撃が大きく減少しているぜ。その一方でウクライナ軍は、アメリカから供与されたクラスター弾をロシア軍の防御陣地の塹壕攻撃に使いその効果が出ているほか、バイデン大統領がウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領との会談によって、ウクライナ軍においてロシア軍の後方兵站を狙う長距離射撃を実施している。高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などのマースから発射可能な射程距離 300km とされる、地対地ミサイルアーミータクティカルミサイルシステムエイタクムスの提供を決断したとの旨の発表があったな。ウクライナ軍はこれまで MLRS から発射する GPS 誘導の長射程ロケット弾 M31 などによってロシア軍の後方兵站を攻撃してきたが、これらの G マース射程 90km であり後方への攻撃に憂慮したロシア軍が弾薬庫などの施設をより後方に設置するなどの対策を取ったため攻撃の効果が薄れていたんだ。それが射程 300km のエイタクムス兵器の供与によりウクライナ軍はより後方まで場合によってはロシア本土深く攻撃することが可能となるためロシア軍の兵站がさらに混乱して弾薬などが欠乏することが想定され、ウクライナ軍の進撃速度はさらに速くなる可能性が高くなると見られているみたい。
今回の反転攻勢におけるザポリージャ州の攻撃軸に投入された部隊の最終的な目標はトクマクではなく、さらにその南にあってアゾフ海に近い要衝であるメリトポリの奪還であるというのは周知の事実だよね。ロボティネを奪還したウクライナ軍は、NATO 諸国から供与されたドイツ製のレオパルト2やイギリス製のチャレンジャー2などの新型戦車や、ドイツ製のマルダー歩兵戦闘車やアメリカ製のストライカー装甲兵員輸送車などが配備されたウクライナ空中機動軍空挺軍の第82独立空中強襲旅団と第46独立空中強襲旅団に加えて、ウクライナ陸軍の第47独立機械化旅団などで編成された第9軍団であるが、同軍団がここからどのように進撃していくかが注目されているんだ。第9軍団がメリトポリを目指すには大きく分けて3つの進撃ルートが考えられるな。まず1つはロボティネの西、ベルボベを奪還してそこを足がかりにしつつ第3防衛ラインを目指すルートで、今回増築されたと言われている第 2.5 のラインがどこに構築されたから不明ながらも、おそらくはそれを迂回しつつ第3防衛ラインに迫る最短ルートとされ、現在第9軍団がベルボベ方面に注力していることからもこのルートを取る可能性が高いと見られているぜ。二つ目のルートはロボティネからその南のノボプロコピフカを奪還して、その後方にある第2防衛ラインを破った上でさらに東に方向を変えて進撃し、トクマクを迂回してメリトポリに到達するルートであるが、この場合ロシア軍の防御陣地や部隊配置が薄い箇所を通過してメリトポリに早く到達できる可能性があるものの、トクマクを中心に展開しているロシア軍部隊やヘルソン州に展開しているロシア軍などから脇腹を突かれ補給路を断たれる恐れがあるらしい。そして三つ目のルートはロボティネからノボプロコピフカを経て、幹線道路 T408 沿いに南下し、第2防衛ラインと第3防衛ラインを正面突破してトクマクを奪還するもので、ロシア軍が防備を固めていることで注目を集めているトクマクを奪還したという宣伝効果は期待できるものの、塹壕に立てこもって待ち構えているロシア軍を排除するにはかなりの時間を費やすことと、ウクライナ軍にも多大な損害が生じる可能性を否定できず、トクマクを奪還したとしてもその先の本来の目標であるメリトポリの奪還は年内には不可能となるだろうと見られているな。このように考えるとウクライナ軍第9軍団は、ベルボベからロシア軍の防衛ラインを迂回しつつトクマクの西を迂回して、アゾフ海に出てメリトポリ奪還を目指すルートを取る可能性が高いとの見方が出ており、その北方のドネツク州の南においてウクライナ海軍歩兵4個旅団がベルジャンシクを目指して進軍していることと考え合わせると、迂回したトクマクに対してはこもっているロシア軍が動けない程度の兵力を残して退治させておき、一気にメリトポリを奪還することでロシア本土からアゾフ海沿いにドネツク州ザポリージャ州ヘルソン州を経てクリミア半島につながる、いわゆる陸の回廊を遮断してクリミア半島のロシア軍を孤立させる計画を、ウクライナ軍が2023年内に達成することが可能になるとする見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。